どうもこんにちは、特化軍です。長友総長です。本日は私がなんと厚生センター内のこちら床屋さんで髪を切ってみよう。なんとですね、駐屯地内にはこのような厚生センター、そして床屋さんがあるということで、この中でですねバーバーショップスパークさんあるということで、なんとですね、本日長友総長が髪が長いということで髪を切るという会でよろしかったでしょうか。あ、違います。ここ小野寺さんに切っていただきたいと思います。私が、はい、短いと思うんですけど。いや、短くはないですか。ここのおすすめはあれですね、ここは丸刈りっていう。メニューの、 丸刈り配合率が多いんですけど、はい、ま、丸刈りがこの半分に3つ入ってるんですけど、おすすめです。立教があるんですよね、この辺り。立教が来るんで、丸刈りがね、とってもおすすめだそうです。お任せで行ってみますか。じゃあ、じゃあそれでお願いします。お任せでお願いします。お任せの結果、もう坊主だったら諦めるというか、ええ、さあ、それでは早速ね、行ってみましょう。いや、怖いな、丸刈りっすか。失礼します。あ、偶然でしょうか。丸刈りです。長友総長、偶然でしょうか。丸刈りです。これはまずい。これはまずいから中はあれですよね、一般的な駐屯地という。あ、ここは、はい、自衛官じゃありません、ね、はい、民間の方もやっている民間の方ですね。床屋さんというか、ただ顧客の方がね、客の方はほとんど自衛官、迷彩セットアップの方の方のためという。よろしくお願いします。行ってまいります。僕はどうぞ、はい、こちらは狩る人ですか。狩られる人。狩られるの、はい、わ、実家とこれなんですけど、うちの実家と同じシャンプー台です。あ、お母さんにしか着られたことないのに。注文はまだだったんですけど、はい、お任せでお願いします。お任せ。それでは。なんかエンジンをします。これはあれですか、会員さんに人気のヘアスタイルが今から行われている。はい、会員さん人気のヘアスタイルだそうです。あ、怖い。なんか言ってません？なんか言ってる音してますよ。長澤総長どうですか、これ言ってません？こんな感じですね、はい、言ってます。なんか本人は見えないんですよね、はい、なんか言ってる気がするんですけどね。あ、怖い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 。あ、言ってる。あ、私、立教に人気の神とは言ってないですよね。お任せって言うんだ。普段、隊員さんとどんな会話されてるんですか。いや、もう、普通のことです、ね、子供と、どこ遊びに行くとか、趣味は何かとか、キャンプとかする人が多いですね。なるほど。いいとか、釣りとか、する。漏れなく俺も映るんですね。お互い映ってますね。はい、やっぱここあれですか、あの大人の親ですよ。パーマにしてくれてきたらですね、パーマにね、
白髪染めとかを。あ、なるほど。元自衛官。はい、あ、はい、そうです。徳村君っていう名前で。はい、そうなんですよ。どっかにいたんですか。あ、はい、どっかにいまして。あ、ありがとうございます。見ていただいて。すれ違う。ああ、受験道的ね。ありがとうございます。やりますよね。長友校長やりますよね。廊下ですれ違うとき、受験道でやいやいやいやつきますよ、ね。結構仲のいい者同士やっちゃいますからね。僕は早朝同士でやってたらびっくりします。やっぱり若い隊員ね、ですね。若い隊員。あ、なんか、あ、あれ、なんか、これは、いい感じ、いい感じ、いい感じに仕上がってまいりました。かっこいいんじゃないですか。なんか、いい感じですね。この後なんかドッキリで真ん中バリカンとか行かないですか。お疲れ様でしたみたいな。最後で行っちゃいます。せっかく盛り付けたのに全部裏返すみたいな。オムダヤさん、かっこいいですね。いい感じじゃないですか。モテますよ。いや、ちょっと期待したんですけどね、丸刈り。真ん中から行かれたらどうしよう。じゃあ最後でもしかしたら。最後。まだわかんないです。まだ。いい気持ちです。中間地内でまさかこんなリラクゼーションができるとは。さっぱりしますね。これはどういうスポーツが的なの。サッカーを相当いや、すごいいいと思います。あ、ですか。はい、ちょっとなんか物足りない気がしますけど、かっこいいです。足りてます。物は足りております。ありがとうございます。はい、1400円。はい、1400円。ありがとうございます。はい、ということでございました。今日はこのね、駐屯地内の床屋でお任せをしてみたらという結果、このような髪型になりました。まあ坊主でも良かったんですけど、はい、もう一度行きますか。いや、もういいですか。あ、もう、あの、全然。あ、わかりました。お忙しいようなんで、ね、ちょっと相当も悲観的な、こういうのがあの隊員さんに人気ということでね、お任せやってみました。お小屋があるんだよという回でございました。またね、あの髪駐屯地行った際には駐屯地の床屋でね、隊員さんのお任せで切りたいと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、本日はこれまででございます。それじゃまた。